裏布にポケットを適当につけたら曲がっちゃいました。まあね、しょうがないですよね。こちらの布とっても素敵ですが、今回は裏布にしちゃいます。こんにちは、うさんこです。こちらのバッグ、私が10年以上前から愛用しているバッグです。もうね、結構ね、だいぶくたびれてきちゃいましたね。洗っても持ち手の汚れとかちょっとね取れなくてね、もうだいぶくたびれてきてますが、とても使いやすいのでまだまだ使いたいと思います。ですが、今回こちらの布で赤いバッグの高さとかね、底の大きさとか測ったので、この布で同じようなの作ってみたいと思うんですよ。中のこのねポケットとかはちょっと真似せずに、フォルムとかね大きさとか真似したいと思います。楕円の底に何箇所かタックを寄せて布を縫い付けてるんですよね。上の部分は普通の袋口になってるんです。袋口の周りにギャザーを寄せた布を縫い付けていますね。で、紐もあるんです。この紐はほとんど使ってないのでなしで、ポケットはね、チャックの方はなしで作りたいと思います。私なりに採寸してカットしたのがこちらの布、表布、裏布です。裏布のポケットはもう適当につけちゃいました。今回ね、接着芯は使いません。このバッグがちょっと柔らかいフォルムなので接着芯はいらないかなと思って貼りませんでした。表布、裏布2枚ずつ用意しています。サイズは 25cm×32cm、 25cm×32cm です。裏布も表布と同サイズになっています。こちらは底の部分、後ほど角をカットして使います。 12cm×21cm、 12cm×21cm です。底の表布には接着芯貼った後キルト芯を貼っています。底はねちょっとしっかりしてた方がいいのかなと思って接着芯プラスキルト芯です。こちらは持ち手です。 5cm×60cm、 5cm×60cm です。肩にもかけられます。あとギャザーの部分忘れていました。ちょっとね長いんです。耳を除いた横幅の全長を使っています。上は 14cm、 下は 7cm にカットしています。バッグを組み立てる前に下準備です。紐は中心に向かって折ってサイドを縫っておきます。ちょっとね長いんですけど、ダダッと縫っちゃいますよ。底は角を丸くしないといけないですね。表布と裏布はこうちょっとねタックっていうのかなを寄せておかなきゃいけないんですよ。こんな感じでね入ってるので4箇所ぐらい適当に入れていこうと思います。あとはギャザー寄せた袋口の周りにつける部分ですね。シュシュを作るように輪にして、でギャザーを寄せます。そこは分度器を使って丸くしてカットしておきます。あとは持ち手を縫って、この袋口につけるギャザーを寄せた部分なんですが、この短いね端と端を縫い合わせて、でこう中央をくるむようにして引き出して縫っていくんですよ。シュシュのね作り方と一緒です。途中までね、短い辺を縫い合わせたら縫い代はこう指でギュギュッと開いておきます。上側の布をこうつまんで、で下の布でくるむんです。くるんだ布を一緒に挟んでしまわないように中にキュキュッと入れて、縫い代1センチで端をぐるぐるぐるっと縫っていきます。中にね包んだ布は縫わないようにして気をつけてくださいね。これね、ここまで来たら中の布をね引っ張り出すんですよ。
引っ張り出してまたね縫っていきます。これの繰り返しです。大きいねシュシュの輪っかを作るような感じで輪っかを作っていきます。中の布を縫ってしまわないように注意してくださいね。返し口を残して縫えたら中から引っ張り出しておきます。形を整えてギャザーを寄せるんですが、私はね手縫いでギュギュッとザクザクしてギャザーを寄せることにしました。粗ミシンというのをかけてギャザーを寄せようとしたらうまくいかなかったのでね、もう手縫いでこうぐし縫いして、あとでギュッと引っ張ってギャザーを寄せます。まあねこんな感じにして、だいたいこの円はこの底の外周に合うような感じにしてくださいね。ちょっとね底の外周より大きい方がいいと思います。ギャザー寄せた布は2本あるので、こう真ん中でね縫い合わせていきます。これでいいのかなと思うんですけど、まあぐしゅぐしゅっとね縫い合わせてたらよしとしちゃいます。もっとね素敵な感じで作れるといいんですけどね。まあなんとなくできました。まあこれでもいいかなと思います。それっぽければ OK ってことに。次は表布、裏布の上下に5ミリぐらいのタックを4箇所入れます。1枚の布に上下で8箇所入ってることになります。タックを仮縫いしておきます。ちょっとね仮縫いでさえも数多くて大変ですか、できました。ただ中表に合わせます。それぞれサイドを縫い合わせます。裏布には返し口を作ります。サイドはねこうピッてピッて引っ張って縫い合わせれば大丈夫です。縫えたら底を縫い付けていきます。底の外周とこの袋本体の外周が合わなかったら適当に1箇所タックを寄せてください。このね形のバッグ結構割と自由度が効くん でタックがねどっかに寄ってても大丈夫なので、こんな感じにタック寄せてくださいね。元のねこのバッグ見ても結構ねタックがいっぱい寄ってるんですよね。だから周りの布が余ったらタックを寄せちゃえば平気です。逆に布が足りなかったらタックを外すとかですね、まあ適当に縫えばいいかなと思っています。割となんかフォルム的にちょっとね融通が効きやすいかと思います。そこがなんとか縫えたら中表に合わせていきます。その前に表布にこのタイミングでね持ち手つけておいてください。中心から 6.5 センチずつ13センチ開けてで縫い付けます。そして紐を中に入れて裏布を表に返して表布と中表に合わせて袋の周囲をぐるっと縫っていきます。袋の周囲もね縫いにくいことないと思います。ちょっとね布が寄っちゃったらそれはタックが寄ったのかなっていう感じになるので、まあ気楽に縫えると思います。縫えたら表に返します。表に返したら返し口を縫い閉じてくださいね。返し口を縫い閉じたら袋口の形を整えてぐるっと縫っていきます。縫えたら最後この袋口にギャザーを寄せたものを縫い付けていきます。4箇所ぐらいね縫い留めます。手縫いでもいいですがミシンでも構いません。できました。完成です。わーい、これはものすごく嬉しいです。割と上手にできたんじゃないかなって思います。ギャザーはね全部縫い留めてないんですよ。何箇所かしかね縫い留めませんでした。粗ミシンをかけてねこう失敗した糸が残ってるんですけど、まあいいかということで、そこのね楕円もまあなんとなくよく縫い付けてあります。私にしてはよくできたんじゃないかなって思ってしまいます。一応ねポケットもついてるしね。
お手本にした赤いマックと比べてみると、まあ似た感じになってるかなって思いませんか。もうちょっとね、袋口のところをちょっとタックを寄せてし絞った方が良かったかなとは思いますが、まあまあ上出来ですよね。だいたい底が19cm×10cm、 縦が 23cm ぐらいです。この形使いやすいので、皆さんもぜひ一度作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。